エレベーター。どうも、鶴巻です。今回はね、こちらのホラーゲームをやっていきたいと思います。というわけでね、えー、こちらのゲームなんですけども、なんとね、つい先日作られたばかりの最新作ホラーゲームとなっております。でね、このゲームの制作者さんすごくて、なんとね、1ヶ月でこのゲームをね、作ったらしいですよ。 いやすごいなあ1ヶ月でさホラーゲームって作れるもんなのか、うん、まあねどのぐらい怖くなってんのかちょっとよくわかんないんでまあとりあえずねやっていきましょうかそれではスタートと、うん、よーし始まりましたねなんだこれえー、ある時気がつくと私はそこにいたおおなんか転生されたかえっ 異世界転生されたか主人公 <laughs>、えー、そこはどこかのマンションのような場所だがあマンションになんか異世界転生されたのかいやなんかちょっとやだなえー、っと1階なのに出口が見当たらないえ主人公逆にじゃあどうやって入ってきたんだえわ分かんないけどえテレポートでもあった分かんないえ気、ー、味が悪いさっさとここから脱出しようああオッ オッケーまあ、あとりあえず、なんか、マンションから脱出すればいいのかなまあ、あよくわかりませんが、とりあえず、あ、始まりましたね。あ、これがエレベーターですね。いや、で、これ、ちょっと動かせますね。いや、ちょっと周り見てみましょうか。あ、本当になんか、マンションみたいな感じなのかで、これが、え、これ1階なのかえ、これ1階いや、外真っ暗すぎんだろうえ、どーん、どうしたここ、マジで、異空間すぎんだろう え、ちょっとエレベーターさ、これ乗る前にさ、ちょっとあっち行っていいっすかいや、これは1の、1の1か。1の1って書くもんなのえー、っと、ピンポンは使えなくて、こっちは1の2とかなのかな普通に。いや、つかさ、主人公、主人公これ走るとかできないのえ、待って。1の3なんだけど、おい !1 の2どうしたここ、ここにないのか ?1 の2は。 おい、なんかいきなり1の3になっちゃったんだけど。うわぁ、マジか。なんか変わってるなこのマンション。本当になんか、あれなのかななんか、えこれ本当にどうなってんだ、このマンション。え、で、あ急に2の1。2階じゃないのに2の1ってなんだ。あ、そういうもんなんだ。あんまりマンションとかに詳しくないからな俺。えー、で、これはに、2の 2, 2とかう、え、あれあれえ、え、え,え え、急に6の 4? え急に6年生になったんだけど6の4だってえじゃあこれは8の7とかはははさすがにやりすぎかえー、これは1の5えー、えー、なんかわかりづらいなこのマンション1の5が角部屋らしいです1の5狙い目なんじゃないですかはははははまあよくわかんないけどまあとりあえずエレベーターに乗ればいいのかな いや、これ法則性とかあんのかないや、ちょっとメモンのめんどくさいんでね。あの、そこはスルーしといてください。<laughs> えーえ、じゃあ、つかさ、本当にさ、歩くの遅すぎだろ。ちょっと走れるようにしないか制作者。あと1ヶ月ぐらいさ、あげるからさ、走れるようになろうぜ。<laughs> いや、なんでもないです。えー、っと、じゃあ、とりあえず、あの、エレベーター乗りましょうか。いや、このなんか、ゆっくり感がいいのかな逆に。 いやーじゃあ、これ、もうちょっとこれの、ドアの位置とかさ、上げないか。えー、じゃあ、これも、なんか、ポチって押せばいいのかなあれあ、押せるあ、押せますね。あれうわ、あ、開いた。あ、開いた。これ、音ないの音ない感じか。ティーンと、思う、みたいな、つきましたね。ライトでか。ライト、豆腐みたいな、でかさだな。ええー、と、うわ、ああ、1、え、え、なんか、よくわかんないけど、チカチカしてる。もうわかんないけど、もう、いっちゃおう。 一応、えー、閉めますあ、閉めます。え、あれこれ閉め、え、あ、閉まってるゆっくりだなもうなんか、時間が、なんか 0. 0.、点5みたいな、なんかゆっくりになってるわ。え、これで、下行くのかなあれあれあれ下行けるあ、これ、え、何回か選ばないといけないのえ、じゃあとりあえず、1回で。あ,あ、押しましたね。 ああ、一回、あーえ待って、えどういうことえ、わかんない。<laughs> わかんない。一回はここだよっていうこともしかして。えなんかいっぱい押せるんだけど。えに一、二えーわかんねえ。え、エレベーターってこんな動かないもん。あ動いた、動いた、動いたおい音がないからさ、ちょっと、ちゃんとできてんのかわかんないよ。まあ、でも、動いたからいいや。じゃあ、二回行きましょうか。 え、これ全部調べる必要があんのかなもしかして。ああ、急に音が鳴り出した。あ、ありがとうね。多分俺の望み聞いてくれたわ。よーし、じゃあ。じゃあ見ていきますか、ここ。えー、っと、あれあ、3の1。あ、3の1。ここに3の1があるわ。あれこれ本当にさ、全部見、見ないといけないのかな いや、でもさ、なんか、取りこぼしとかあったらさ、怖いからさ、一応見ておきましょうか。えー、5の5。5年生になりましたね。えー、急に、急に何なんだろうね、この部屋。マジでさ、あれ、わかりづらいだろう。あの、郵便の方とかさ、わかりづらいだろう。あれ、あれ、1の、えー、1の1はここだけど、えー、3の3はどこだみたいな。<laughs> いや、絶対さ、迷うよな、こんなええー、2の5。 あ、二2の5。あ、さっき2の4があったんだっけあ ?2 の3だっけわかんないわ。もう忘れちゃったわ。えー、で、これは、ああれ ?2 の4。あ、2の4です。え、これ、いじれないよな。わかんないけど。え特にいじれない。えー、っと、じゃあ、2階の2の4がね、あの、角部屋だったらしいです。じゃあ、それじゃあ戻りましょうか。<laughs> おい主人公もっと早く走れ おい、なんだこのスローペースなになんか、ムーンウォークでもしてるみたいな動きしてんのかなこれ、こっちで歩いたらムーンウォークみたいな。いや、どうでもいいですね。<laughs> えー、じゃあ、まあ、あとりあえず、最上階まで行くのかな最上階、6階ぐらいだったっけ何階だったっけまあ、あわかんないけど。えー、じゃあ、もう、とりあえず、つかさ、なんだここに住んでる住人とかいないのかな いや、偶然さ、なんか出くわしてる、あー、こんにちはー、みたいな。え、わかんないけど。えー、じゃあ、開いて、次3回行きましょうか。いや、これさ、これなんかさ、なんか夜勤警備と似てるな。あ、夜間警備か。よーし、じゃあ3回押したんで、次3回。え、6回まであるそうですね。よし、じゃあ6階だってか、結構なんか6階とか高そうだな、家賃。 いや、マンションとかってさ、やっぱり高いのかなわかんねえけど。<laughs> えー、じゃあ3回上がっていきましょうか。このさ、着くときだけさ、音するんだよね。何なんだろうね、これ。よくわかんないけど。いきますよ、音鳴りますよ。ティンローンみたいな。3、2、1、なるかあー、鳴りましたね。3回。 えー、?3 回なって、あ、待って、あ、あー、開いた。ゆっくりすぎて開かないかと思ったけど、開きましたね。えー、待って、もしかしてさ、えこれさ、えー、見、見ないといけないのえー、4の2。いやー、これめんどくせえ。めんどくせえからもう帰るー。<laughs> いや、もう、もう、多分同じだろう。関係ないだろう。もう、俺、6回スキップするわ。スキップ、スキップ、ランランラン、みたいな。ほら、むしゃまれ。 しまってもうしっあしまったなおいゆっくりだなえじゃあ6階になんかあるべさすがにいやわかんないそこを見越してさ実は5階でしたみたいなそういうタイプかえっってあれ6階押をしたのに下下がってるあれちょっと待って俺の不正がばれたうわやべえあああああ,あ何えここ調べてねえよバカって言われたえ待って え、やばいあ、そういう感じ俺がさ、あの、もう調べんのめんどくせえから6階からしようとしたら。え、もうダメな感じえ、じゃあ4階でお願いします。え、これ1個ずつ調べないといけないのか。マジか、そういうタイプか。いや、し、何？制作者さん分かってんじゃん。あ、そういうためにゆっくりにしたのかなわかんないけど。え、これ奥まで調べてないんだけど。 あ行いけましたねそこは優しかったえっ、ー、と4階に行けるかな行けるかなっていうか行けないとこちょっと困るんだけどさえっ、ー、とさ4回来ましたねえっ、ー、とこれでお来ました4階ちょっとだけ出るかちょっとだけ一歩だけ足出てちょっと帰るかえっ、ー、とお,お急に閉まったりするなよ え、ちょっと一歩だけ、こう、外出て、はい、ありがとうございました、みたいな <laughs>。立ち悪い <laughs>。えっと、次、5階ですね。よーし。もう、なんか、サクッといけるのかで6階だけさ、いけなかったんで、ちょっと6階だけ注意していきましょうか。えー、5階いけるかなあいけるかいけるかあー、行きましたね。 いったいったいった。うわ、でもなー、なんだかんだなー、ちょっと先が気になるなー。いや、でもさ、行ってもよかったのかなーあの奥まで。いや、どうなんだろうね。ちょっと俺はめんどくさいからさ、サボったんだけど。<laughs> いや、じゃあ、5回6回は、なんか行けなかったんで、5回はちょっと調べていきましょうか。せっかく作ってくださったんだから、さすがにね、あのー、調べなきゃね、よくないと思うんで、 えーと、5回、あ、5回は5の1とか、あ、これは合ってるなあれじゃあこれ5の2とかいや、ワンチャン5の3。あれこれはこれは、あー、全然違えわ。4の1だわ、これ。4年生、4年1組、みたいな。3年、3年 B 組、金八先生。あ、それ B でしたね。えーっと、それはえ ?5 の3。 えーと、こっちは特に、特に多分さ、変わったこととかないんだろうね、これ。<laughs> えーと、これは5の4。うわ、でも5、5が多いな。でこれはなんだろう。えーと、これはえーと、1の、あ、あ、2の2。あ、二の二です。えーと、じゃあ、戻りましょうか。 なんか外にさ、なんかお化けとか出るのかな今今んところさ、真っ暗のさ、異空間に連れ込まれたんだけどさ。え、じゃあ6回行きたいな。いや、これなんかあんのかななんか隠しボタンみたいな。そういうさ、会員様だけしかさ、知らないさ、あのエレベーターで先に2、3、1、5、6みたいな押すとなんか会員制のところに行けるみたいな。<laughs> それアニメの見過ぎか。 いや、そういうのなんかあるよな。アニメとか漫画とかで。いや、実際にあんのかなわかんないけど。まあ、とりあえず、まあ、戻ってきたんで、まあ、行きましょうか。いやー、ちょっと待って。この調子ならさ、このエレベーター、この遅さだったらさ、もうめっちゃ混むだろう。あれあれあ、あれ開かない。あ、開いた。よし。開いたんで、念願のね、6回行けるかちょっと試してみましょうか。 5階だったら6階行けるべ。わかんねえけど、これで行けなかったら何階行けばいいってことになっちゃうからな。まあ、とりあえず、調べてないのは、3、4階を、あの、奥まで行ってないんですけども、まあ、そこにね、なんかあるのかな。行けなかったとしたら。あれああ、行ける行ける行ける。あ、そういうことなのね。 あの、3階から一気に6階はい、いけないエレベーターだったのね。おい、不便すぎんだろ、このエレベーター。おいこの住民さ、いや、ワンチャン、このマンション、絶対さ、家賃安いと思うぞ。このエレベーターのせいで。あ、あれあ、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 あくよな。じゃあ、6階調べるか。待って、なんかさ、6階とかは何もなさそうな雰囲気あるけどな、結局。結局、 エレベーターで操作しないと、あ、1の2だ。なんかなんないみたいな、そんな感じじゃないいや、俺そんな予感がするんだけど。結局ここら辺は関係ないのかないや、わかんない。制作者さんがさ、奥の方にさ、なんか落書きとかしてんのかなわかりませんが。<laughs> そういうのはね、するのはね、俺だけですね。えっ、ー、と、6の3、6年生になって、 え、ここら辺も、なんかさ、非常階段とかないのかななんか、こっちら辺に非常階段とかあってもさ、良さげなんだけど。そういうのは特にないんですね。もうエレベーター止まった瞬間、ここら辺の住民はもう、オアコンってことなのか最悪やん、もう。え、じゃあ、6の5、あ、ここら辺とか入れる壁の中とか。あれ入れないか。そういうハリーポッター的なやつはないのか。なんだっけ ルート4分の3番線みたいな、そんな感じあるよな <laughs>、えー。えつかさ、何もなかったんだけど、おい話してたらもう何もなかったんだけど。えー、じゃあ、あ、待って、これってさ、もしかしてさ、ええ、わかんないけどさ、え、1の4とかってさ、これってさ、え、なんかエレベーターの回数とかになんかなってんのえ、だって6階までしかないよね。6の5とかしかないよね。 6の 5! え6回から5回みたいな。えそういう感じのさやつわからん。わからんぞ俺は。でこれは1の1回から4回みたいな。いやわかんねえけどどれを調べればいいんだろういやわかんねえ。エンディングとかなんか複数あんのかなまあ、そこら辺もね全然調べてないんで。いや絶対さこれ関係すんのかな ?6 回までしかないから。 え、6の3とか書いてあるけどさ、えー、どうなんだろうね。えっ、ー、と、6の2。6の2で、えっ、ー、と、こっちは ?1 の2だったっけえー、どうだったっけあ、1の2ですね。えー、じゃあ、まあ、とりあえず、わかんないんだけど、全部調べたんで、とりあえず、1回行きましょうか。あれあれ、開いて。 よし。じゃあ、全部調べたっつうわけで、一回行きましょうか。行けるかえー、っと、これは一回。で、閉まって、閉まってくれ。いやー、お願いします。一回まで戻らせてください。いや、ワンチャンさ、これ5階とか、5、4、3、2、1とか行かないとダメなのかないや、それだったらきちいけど。きちい,いぜみたいな。えあー、行ったあー、行った行った素直に行ってくれた。あ、あー、降りるときは、 あ、降りるときは素直に言ってくれんのかもしかして。わからんけど。うわ、5階。うわ、これさ、急にさ、入ってきて、ああ、4階。急に入ってきたりしないよね。急に止まって。そういうエレベーターってなんかさ、ホラーでないっすかいや、わかんないけど。ああ、なんかいけてるわ。あ、いけてる、いけてる。おお、いい感じ。あれあれああ、いい、いいよな。なんかザラってなんか聞こえたけど、多分大丈夫だよな。 よしよし。OK。で、これで、一回着くかあ、一回着きましたね。ああれあれえ、ああ,あ今の二階だったあれあれえ、地下ステージあれ一階じゃなかった今。あ、あれあまだあったのか。ああ、びっくりさせんなよ、俺。ああ、止まりましたね。ああ、止まった。いや、止まった。 だわいいもののさちょっと待ってちょっと待ってくださいよちょっと待ってこれ本当にわかんねえぞこれ謎解きあるなおい、ヒントなさすぎだろ制作者おいこれは調べてこなきゃいけないタイプか <noise> はいというわけでね、ちょっと調べてきたんですけども、なんとね、これさ、1の1とかさ、なんかバラバラだったじゃないですか。 これ、これね、なんかね、変えられるそうです。こういうのを確かにこうやって、これなんか、掴めるらしいです。おいそんなんさ、知らなかったぞ、俺はで、これを多分、いい感じに、多分やっていくんでしょうね。これで、さっき拾った1の3を、ここに持っていくみたいな。 それで全部直していくみたいな、そんな感じのゲームらしいです。いやこれはめんどくさいておい、主人公主人公、この遅さでさ、やってたらさ、もう日が暮れちゃうぞいや、まあ、っていうことなんで、ちょっとね、サクッとね、まあ、倍速なりカットなりね、してね、やっていきたいと思いまーす。あれあれ待って、ちょっと待って。今、作業中だったんだけど、エレベーターが、あれ 待ってなんか勝手に動きえあれ勝手に開き出したあれあれちょっと待ってなんか開きだしたぞおいなんか黙々と作業してたらエレベーターがちょっと待ってあれどうしたちょっとその前にさこれやっていいっすかあれどうしたんだ ?3 の2にしてえー、っとこれなんかエレベーターが開いたけどえどうしたどうしたえこれ乗っちゃっていいのかないやでもさちょっとさ作業やりたいけど わかんねえ。えなんかなんで開いたえ、これ乗ったらどうなるホンテッドマンションみたいな、タワーオブテラーみたいになるおい、なんないのかーいえ、じゃあとりあえず、作業してきますわ。あれ待って、なんかさ、あのー、やってたんですけども、なんか3の2ってさ、え、これ赤かったっけあれなんか3の2が赤くなってる。あれどういうことだ あれ ?3 の 2? え赤くなってるなんか赤くなってるんですけど。わかんないけど、とりあえずメモしときましょうか。えー、3F32 と。32赤。いや、わかんないけど、まあ、とりあえずメモしたんで、またね。あのー、皆さん倍速タイムです。<laughs> うわー待ってなんか誰かいるおいおい急にそういうのやめてくれよおいなんだよこれなんか誰か黒い人間いましたね、4階に。 おいそういうのがあるからさ、ちょっと待って。これ、編集大変だなまあ、とりあえず、わかんないけど、誰かいたけど、一応作業はやっちゃいますね。はーいと。あれあれちょっと待って。なんか、6回来たら、なんか、なんか変なんだった。んな停電したぞ。おいなんか、先にさ、黒いやついたぞ。おい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 ,おい結構ね、終盤戦なんですよね。 結構全部揃ってきたんで、結構、こっからはどうしましょうかね。あのー、全部フルで使えますかね。まあ、あわかんないけど、とりあえずやっていきますわ。えー、っと、6の4をゲットしたんで、じゃあ、ここかな ?6 の4にはめ込んで、でね、あとね、5階にね、2の2があるんで、それもね、変えないといけないんですけども、 さっきからね、あのー、わかんない。倍速にしてるかはわかんないけど、あのね、さっきからね、自動でね、エレベーターが開いたり閉まったりするんですよね。で、あ、ここですね。6の、1の4を6の4にして、えーで、1階の4階、あ、違う、1階のなんか4フロアなんだわかんないけど、そこにはめ込んでいくのかな いや、その前に5の、5、あ5回の2の2もさ、買いたいんだけどな、実は。まあ、わかんないけど、終盤戦なんで、まあ、とりあえずね、喋っていきましょうか。<laughs> 皆さんね、あの、多分ね、倍速してたのかなわかんない。カットなのかなまあ、時間見て決めてますが、まあ、結構長飾るのね、カットしてますが、うわ変わってる !6 の1が赤になってる。うわ、あれ、あんまり。 えっとね、3回の3の2もね、赤だったんだよ。えー、6F の6の1が赤。OK。こういうのもね、あの、地味にメモったりしてます。<laughs> よし、じゃあ、えっ、ー、と、1の4をゲットしたんで、じゃあ1回行きましょうか。わかんない。そういう順番とかあったりしてもわかんないから、まあ、とりあえずね、やるべきことをやってきますわ。で、ラスト5回の、 え、あ、違う、さ、あ ?5 階の2の2をね。あー、待って。あ、5、5、あー、5、あまあいいや。まあいいや。めんどくさいけど、もう押しちゃったからいいや。まあ、とりあえず、1階行って、1の4を回収していきましょうか。回収つうか。あ、あ、あ、これ行けないタイプ。あ、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 早い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 あれいきなり早くなったあれあれ待って、タワーオブテラーになったんだけど。あれいつも通りと違うんだけど。うわっ、あ <laughs> ジャンコンしたわ。あれアナザーみたいになった。あ、主人公大丈夫？え、これ開く？え、ちょっと待ってあ。よかった、普通に流しといて、喋っててよかったわ。え、急になんか待って。あ、あ、あ開きますか？え、あ開く,開くねえ,え。これどういう状況？え、本当に出られない。あ、開いた開いた。え、あれ？あれ？あれ地面？あれ地面？あれ？地面あれ あれ、そこだったのまあ、わかんないけど、うわ、ちょっとくぼんでるっつうか。え、わかんないけど、なんか、え、やっぱり変だよね。あれ、なんでこんな感じにすんなり通れんのわかんねえけど、まあ、とりあえず1の4を埋め込むことしかできないからな、俺は。え、どうなんだろう。エレベーター使えなくなっちゃった。待って。え、5階に2の2があんだけど、ちょっとさ、そこまるな。 まあ、とりあえず1、1の4を入れとけばいいのかな。えーと、ここで1の3まで来て、1の4って何入ってたっけわかんねえ。えー、何入ってんだろう。いや、結構終盤戦だからな。結構。あ、1の4何も入ってないのか。あ、オッケーじゃあこれ、うわーなんか暗くなった !1 の4入れたら真っ暗になりました。あれあれ俺、5階の2の2まで残ってんだけど。え あれなんか足音が聞こえる。なんかタッタッタって足音聞こえるけど、画面真っ暗すぎてね。皆さん多分あれでしょうあの、自分の顔とか見てるんじゃないですか動かせる俺。何してんの俺。ああーなんかああ停電戻ったわかんない戻った戻ったよ皆さんなんかちょっとね、待ってたらね、なんか戻りました停電。な、ほんとになんか雷でも落ちたか。まあ、とりあえず1、1の5。 1>, 1の5つか、この1階フロアは全部制覇したんで、ちょっと5階行きたいんだよな。5階に2の2が残ってるんで、それを回収して、2階に行きたいと思いますか。えー、っと、あ、どうだろう ?2 階、あ、2階の2の2は何入ってんだろう逆にそっちからでもいいな。えー、っと、じゃあ、普通に行きますか。うわー、それにしてもね、このね、 このゆっくりのスピードをね、さっきからずっとやってたんですよ、みなさん。あれえ、つこさ、エレベーターさ、戻らないと、俺はちょっとさ、え、できないんすけど、そこんところは大丈夫そうですかって思ったら、1の1が赤になってましたね。え、これなんか関係あんのかな ?1F11 が赤。よし、目も OK と。えっ、ー、と。 ああーなんか戻ってるいや戻ってないもんなうわーこんななんか故障したエレベーターに乗るのかえー、じゃあ2階に行きましょうか2階の2の2が気になるからねえー、っとこれもさこのさエレベーターのさここの感じとかぶっ壊れてるよななんか変な変な感じになってるよないやここが地面かと思ったらえー、ちゃんと動くエレベーターさんああ動きますねあう動きますね えー、じゃあ、2階の2の2を調べて、5階と変えればいいのかな多分そんな感じだと思うけど。いや、なんかね、さっきからね、黒いね、なんか影みたいな、アジンみたいなのがいるんだよね。や、あ、ちゃんと止まったかうわー、上手にできましたね。もう、さく、もう、もう、全部開く前に出ろ。OK。で、2階フロアもだいたい終わってて、ここのね、 2の2が変わってるつかな、何なんだろうえ、わかんない。え、2の、あ、あ,あ、そうそうそう。あ、5の5。あ、これで多分 OK。これで5の5と交換して、また2の2をね、埋め込めば、多分ね、全部制覇すると思う。おい、閉まるな乗ります、乗ります待って待ってみたいな。いや、これ大変だって、ほんと。皆さんね、やる際はね、あの、根気強く、 ああれあれあれ待ってあれ待って乗りたいんですけどもあ、行っちゃったあれえ、どうしようあれなんか、なんかボタン2個をし押してるんだけど。あれ <laughs> ちょっと待ってえ、あ,あれ本当にどうしたあれなんかバグってるちょっと待ってちょっと待ってくださいよあ,あ、4回待ってお前そういうタイプかお前、お化け連れてくるんじゃないの 4階。うわ4階で止まってるってことはさ、あ、あ、行ったわ。5階行ったわ。なんでや。あの、黒いやつとか連れてくんじゃないのエレベーター。いや、これ、行けるかなえ、あ、なんか行けそう。行けそうだけど怖いからちょっと待ってみるえ、ちょっともう怖い。こんなエレベーターに潰されちゃうじゃん。ここ落ちちゃったら。え、ちょっとゲーム、お7階 ?7 階なんてなかったよな。え 何裏ルート簡易セーバーみたいなうわ、8階。うわ、上流階級の海が、なんか、うわ、上流階級の人が乗ったのか。え、そういう感じ黒ずくめ。うわ、待って、人ウォッカ的なポジションか。え、9階。え、どこまで行っちゃうの俺のエレベーター。おい !5 階まででいいんだよ、おい。おい、5階に溶がでん俺は。おい、10階とか、さすがに2桁はできないよんな。この、なんか、何文字パネル的には。 えあれえ戻ってこないのえガチえガチえちょっと、あ、押せるえ下戻ってこい。下戻ってこーい戻ってこい、えあ、これダメかもしんない。9、9、え、ええ、これわかんないんで、もう突っ込むしかないのか。わかんないけど、じゃあ行きます。突っ込みまーす。あー落ちたあーなんかやあー待って どこ俺どこいんの今どこ私は誰え、これ本当に合ってるねえ。